そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそということで、今日もよろしくお願いします。今日はカメラがですね、なんとまたまた突然来てくれました。うちの今やもうなんていうの、準レギュラー、高橋直人くんです。よろしくお願いします。突してきました。ね、本当に最近はですね、電話とかメールとか一切してくれません。はい、突然来ます。そうですね、突然来ます。で今日は何しに来たかというと、何しに来たんですか。今日はですね、はい、今度、はい、今度 YouTube で、はい、ゲイリーさんに一緒に、はい、来てもらう村上の、はいはい、ゲイリーと行く、はい、村上の旅をちょっといろいろ打ち合わせしに来ました。なるほど、わかりました。ということで、あの真面目な話、前回ねうちに来てくれて、はい、YouTube 始めるんだということで、はい、なんか自分なりのなんだっけ、ヨボヤマンを探せ、あ、そうですね、前編、はい、で後編が、あさって月曜日の、そうです、ね、夜7時だっけ、7時に7時に毎週月曜日アップロードされるということで、前編をとりあえずあのうちの概要欄に貼っときますので、まず前編見てください。面白いよね。よろしくお願いします。ヨボヤマンって、まあ、早い話、最近もう流行りですよね。全国ご当地キャラいるじゃない、はいはい、新たな、なんか、ね、そうですね、新たな着ぐるみじゃないんだよね。そうですね、マスクをかぶってますね。マスクをかぶってます。面白い人で、あれ社長なんですよ、どっかの。そうです、言っちゃダメなのか、秘密なの、ね、妖精です、ね、妖精だから。そうだよ、社長妖精だよね。鮭の妖精です、ね、鮭の妖精ですね。ということで、その流れが組みまして、そのこの月曜日アップしてから、その次ぐらい、次の次ぐらいの動画に、はい、なんと僕がゲスト出演という。そうです、例の、はい、で村上に行って、はい、直人君と一緒に村上、こう美味しいとこいっぱいあるのよね、村上で。村上牛とか鮭とか、はい、あと甘いもんもあるし、だそういうとこ一緒に巡るんですか。そうですね、巡る旅を一緒に食べるという。そうですね、僕が食べるという、で俺が払うというそういう企画なの。本当にそういう企画です。8時でごちそうさまです。でなんかさっきちらっと聞いたけど、なんかすごいお土産屋さんに行って、はい、高いの俺にバンバン買わせるっていう企画あんの。そうそ そうバンバン買ってもらうしかも本気でやるつもりだよね。そうです、楽しみです。恐ろしいな、もう。まあでもじゃあいいでしょう、私も高橋直人応援団長の一人ですからね。ありがとうございます。応援団長の人とか、団長は一人か応援団の一人ですからね、頑張りたいと思います。じゃあね、今日はのこのギターなんですけど、高橋直人君も実は持ってるんだよね。あ、僕が持ってる、そうですね、 FG 持ってる、180 180持ってます、ね、赤ラベル、はい、今日はですね、小ぶりなこのサイズ、1971年製の110、はい、うーってやつだね、110番。110番で、これさっきからずっと聞いてたじゃん、はい、めっちゃ聞いてたでしょ。めちゃくちゃいい音しますよね、普通に、ね、普通に。せっかくなので、もう僕これから一応ちゃんとやりますけど、高橋直人君の顔も含めて、じゃあちょっとチェンジしてみましょうか。あ、いいんですか。じゃあこのままもうぶっつけで、はい、あ、ぶっつけで。僕が今度マスク、これ編集とかじゃなくいや、そっちの方がリアルじゃない。あんまりリアルです。どうぞ、ここ置いておきます。はい、後ろ、あ、すいません、なんか体お互いでかいから。あ、そうです、はい、大変な交通渋滞になってしまうんですけど、はい、たまに俺、あ、カメラさん、こうなってるんだ、カメラさん。あ、こうやって、なんか言ってみて、はい、はい、ということでですね、今日はカメラさん、Gさんですでも、ちょっと待って、Gさんってどれくらい、ゲイリーだから、Gさん、カメラさん、Gさんってことでさ、いや、ダメダメ、あのさ、Gさんはやめようぜ。そうです、本当にもう還暦すぎたから、じいさんと言われたら否定のしようがないんだからじゃあ何がいいですか。いや、もうカメラマン、ゲイリーさんでね。いや、カメラマンの鈴木さんの方、はい、はい、ということで、じゃあ高橋直人君です、よろしくお願いします。直人君、せっかくだからもう今距離取ってるんで、マスク取ってみたら、それから皆さんに、あ、はい、だ初めてもしかしたら見る方もいらっしゃると思いますので、はい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 、高橋直人君は新潟県在住、今村上市というところに、はい、山にね、結構村上の山の方に、はい、古民家とまで言わないのかな、でもまあまあ古い家買って、いや、めっちゃ安かったんだよね。そうですね、そういうの、それを DIY で直して今暮らしているという。そうです、そうです。もう結構ね、生活力というかバイタリティはすごいよね、行動力は僕はその辺尊敬しております。ありがとうございます。さあ、そんな直人君がYouTube を本格的に始めるということで、はい、僕もじゃあ応援団の一人として何かできることがあればと思いまして、やりたいと思います。サドルが落ちていましたちょっとリアルですね。さあ、じゃあせっかくなので、直人君、このギターちょっと弾いてみて、どんな感じ。いや、もう普通に、うん、G、 じゃあ普通に G コード、はい、
さいけど音もすごいあるし、はい、コロコロとした感じが非常にいいですね。ありがとうございます。単音もいい音しますしね。それではそうは言ってもまあ50年前ですからね。50年前、はい、じゃあ細かい傷とかいっぱいありますからね正直ね、はい、じゃあそちらの方をこちらのカメラでどうぞ。どうぞ。細かいところ、この辺は割と綺麗なんですね。でちょっとこの辺も汚れはあります。で下です、この辺にちょっとこれ膝に置いてみようかな、その方が角度的に。でこのほら色つやはすごいいいんですけど、この辺ね傷がございます。傷というか小さな打痕だね、まあそれを傷っていうかもしれないけど、はい、サドルはですからね結構限界に近いぐらいもう下げたんで、さあそして赤ラベル110です。フレットは綺麗で残りそうだな、これその間ね7割残ってるって言ってんじゃないかな。あごめん全然ずれてた、ごめん。はい、こんな感じです。さあ金属プレート、そして71年なんで音差です、音差マーク。そして後ろこんな感じね、若干汚れございます。でもチューニングの動き、ギアの周りはすごく問題ないです。ネックも、そんなここにちょっと傷があるかな、ここほらこの感じ。あと後ろのねちょっとスタンドが怖い、脇にこの辺ちょっとでこう傷汚れ、はい、後ろも傷若干ここにあります。あとここもあります、ここもあります、まあそれなりにあります。右サイドこんな感じ、小さな打痕、はい、こんな感じです。1971年の FG110 赤ラベルです。はい、そういうわけでまあまあそれなりの傷はあるんですけども、まあ、ピックもこの辺一回浮いたんかな、多分ね、なんか貼り直した感じもありますし、まあ、汚れも若干あるし、まあこれのペグなんかのね微妙なサビとかまあありますわ、そりゃ50年前ですからね。まあでも意外とこういい感じに仕上がってるんで、まあ、十分まだ使えます。で現行なんですけど、まあ、正直ね最初来た時すげえ高かったんですよ。あ、そうなんですか。サドルは限界まで近く下が削りました。でギリ 2.6 ぐらい、6、7、3割で切ってるんで、ただその代わりもこれ以上ももしね、今ネックはほぼストレートなんですけど、もし反ったり大変だから、これ今回このギターに関してはエリクサーのエクストラライト貼ったんですよ、うんうん、もうそれをご納得の方よろしくお願いします。でも楽だったでしょ、エキストライズなんて弾きやすいし、すげえ楽なんだ、この辺めちゃめちゃ弾きやすいですね、指何も痛くないもん。そうっすね、ねじゃあ音をね早速、僕さっき直人君がっつり弾いてますけど優しく、はい、開放弦ほら、綺麗だよね、うん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 、いい音しますね。50年前の音だよ。コード弾いてみます。サンドル真上、綺麗だね、ほら、うん、おありますね。ちょっとさっき直人君も言ったけどちょっとコロコロ感もあるよね。そうそうす、なんかギブソンの古いさいい感じの L って感じもある、ね、うん、あ、ありますね。新しいギターでは鳴らない音がしますね、うん、じゃあピックでサウンドホール真上、キラキラ、うわ、いや本当にこの指の先が痛くないちょっとアルペジオで、いいな、この辺もほら楽で、いつも僕が弾くフレーズです。これ好きなんだよよく弾きますね。ちょっと強めに今度やってみようかな。
く弾いてる感じもいいっすね、このギター、なんかすごく、50年前、そしてお値段が安いという、はい、安い、これ安いです、今日安いですか、さっきネット一緒見てたんだ、今日ね、びっくりするみたいな、だいたい3万9800円が主流 で、はい、一番高いと4万ちょっともうソールドアウトとかやって程度良かったんですよね、はい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 、でこちらのギターはなんと今回はケースがですね、はい、さっき探したんですけどここになくて、はい、僕の部屋と倉庫があって何かしらあるんですよ、そんな綺麗じゃないかないけども、そちらに入れて発送いたしますのでよろしくお願いします、はい、お値段がですね、そういったわけでこの状態でこの、まあ、エキストラライト仕様ということにしましょうか、ですから格安、はい、格安でもねえかな、まあ、まあまあ納得のお値段と思います、まあ、中古のハードケースもついてお値段が税込みでなんと29,800 円です。マジですか、安っ、え、本気ですか、 さっきの言っちゃった違ったろ、1万安いっすね、俺いつもそうなんだから、いつもカメラ女の子たちちょっとびっくりしてんだけど、俺意外とこ もうひらめくともうあちょっと安くしようと思って ここで安くしたんですね、マジ安っ、いや、やっぱりね今なぜちょっと、まあ、要するに気が弱いんだろうね、あのケースまず見せられなかったということと、やはりキスも多いしな、サドルももう限界まで削ってるし、でも十分原稿低いので、低いやすいですよ、問題ないですよね、でも中にはどうしてももうちょっと太い弦張りたい人もいるから、これもうちょっとカスタムレターでもう少し高くなる、でも、はい、日々3ミリは切ると思うんです、だからいけると思うんですけど、まあせっかくなので安く皆様にもこういったジャパン、僕ほらいつも言ってるじゃないですか、最終的にそうです、ね、ジャパンヴィンテージをやっぱりこの日本のこのなんていうの、この文化といいましょうか、大げさに言うとそれはやっぱまだまだ後世に残してほしい、まあ50年経ってますけど、僕これね使い方によってはまだまだもう50年いけると思うんだけど、どう思う、まだ全然もっとなるかもしれないですね、もう50年ってことは100年後、もちろんその頃は当然1回は2回はフレットをね、はいはい、交換するとか、まあ、下手したらペグも変えるとか、はい、ガード張りが、そういうのはやると思いますけど、直し直してもこれだけの素晴らしいで、100年後、あ、50年後にとんでもない値段になってるしてね、まあ50年後だと直人くんギリギリ生きてるな、そうです、あ、余裕で生きてんじゃない、80代でしょ、80代ですね、俺もギリギリ死んでるわさすがに死んでるわ、俺もし生きてたら110、じゃあ生きてるかもしれないです、もしかしたら、ね、金さん銀さんぐらいになってるのかな、まだやってるかもしれないです YouTube、まあ、逆にこうなんかめちゃくちゃライトハンドが入るみたいななわけねということで、もう一度言います、お値段は、中古ですけど今日は持ってきてないですけど、ハードケースついて税込み29,800円、これあの本当にジャパンヴィンテージお好きな方ぜひよろしくお願いします、赤ラベルだからね、何そうは言ってもやっぱり綺麗もします、さあそしてもう一度今日は直人くんありがとうございました、いやこちらこそありがとうございます、ということであの高橋直人くんのあの YouTube ね、はい、下にまた貼っときますけど、前回のよぼやマンを咲かせ、はいはいはい、前編、はい、見てください、本当面白いと思うそしてもちろんこれから本筋はね、本堂はミュージシャンなんだけども、なんせまだまだこういう時代で、そうですね、まあ、なかなかしょっちゅうライブっていうのも難しいので、いろんな活動をして、まあ、食っていかなきゃいけないしね、ぶっちゃけ。そうですね。その辺も僕、まあね、人様のことを心配する余裕もそんなないんですけど、まあ、できる限り応援したいと思ってます。というわけで、高橋直人応援団ということで、皆様にもちょっとだけ応援、もししてもらったら嬉しいなと思ってますから、直人君からもどうぞよろしくお願いします、ありがとうございますそして来週あさってか、はい、火曜日定休日ですけど、はい、村上に行って、はい、村上の幸、多分肉はもう予約したんだけど、そのそうです、ね、まさに撮影許可ももらって、はい、なんか村上牛食べるらしいですよ、村上牛、村上牛とんと食ってねえな最近、楽しみですね、あとなんだっけ海の幸もあるよね、そうですね、海の幸楽しみだな、そしてなんと今回はですね、直人君と僕がこういうふうに笑って2人だと片方しか映らない確かにやっぱりね、2人映ってる画面欲しいよね、そうですね、絵面が、そうですね、ということでなんとなんとうちの C さんが、おもちろん仕事としてね、 C さんが、 C さんの一日仕事ですよだからですから C さんの声も多分入ってるし、ところどころ C さんも食べてるところが顔からしたら見えると思うよ、お
ということで、すごい意外とうちのチャンネル隠れ C さんファン多いんですよ。ぜひその辺も楽しみ、まあ、公開は基本的にナオトチャンネルでやるはずなんで、はい、うちではその、まあ、オープニングでチラチラっと打つぐらいなんだけど、メインはナオトチャンネルを見ていただきたいと、そういうふうな形になりますね。連動する感じですね、はい、ということで、本当にあのこのギター素敵なんで、あの興味ある方ご連絡またメールでもくださいね。ということで今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。